お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。ドリームチーム同士が激突。熱戦の舞台はここ、スタークラウンスタジアムです。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。さあ、激闘の幕が開きました。得意のヒールリフトで抜いた。まずいぞ。得意のヒールリフトで抜いた。そこだ。お箱まずい。これでヒールリフトで抜いた。ネオタイガーショットだ。シュートを放った。この勝負、若林くん、これはキャッチできない。ボレーシュートだ。この強烈なゴールから強烈なダイビングヘッド、止めた。さすが若林くんです。パントキックで大きく蹴り出した。敵陣へ攻め込みます。ヒューガくん、ゴール前に持ち込んだ。ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。ドリブルと見せかけてパス。リサラキくん、ボールを狙うも届かない。敵陣を切り裂く。ドリブルでボールを取れる。そこ、ナイスプレー。ジトーくん、ここで止めた。ミスギくん、飛行士の華麗な技だ。よっしゃ。ヒューガくん、パスを回す。ヒューガくん、ここからチャンスを詰めて、シュートだ。ボールを奪った。このチャンスを待って。ヒューガくん、後ろに下がった。必ず決めてみせる。ここだ。そして豪快なボレーシュートだ。ケイジーニョくん、ファインセーブ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。翼くん、うわあ、これはまさかの合体。混戦、これが二人の力だ。いけー。体ごとボールにぶつかっていく。あと、ブロックを粉砕。ここはパスを出した。ペペくん、ここはパスに切り替えた。チャンスが決まった。パスを回す。スピードに乗ったドリブル。あと、ドリブルを見送る。コスタ君、ナイスプレー。前半もすでに15分が経過しました。翼君、ここからさらに白熱した展開が期待されます。まずい。パスを出します。これでのヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。あと、ドリブルを見送る。全力するか。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。右かか。ドリブルでボールを運ぶ。くらえ。もうこの位置。タイガーショットだ。アルベルト君、このボールに立ちはだかる。ボールの勢いを止められない。コスタ君、ボールを持った。ロングパスだ。素早くつなぎます。ダイレクトでパス。このパスは通らない。トイッキーのドリブル。あとは上で踊るようにかわした。ナイスプレーだね。ニッタ君、もらったよ。ボールを狙うも届かない。奥、カルロスだ。ここは二人で仕掛けてきた。ワンツーで素早くリターン。ジトー君、ここはパスを出した。もらった。パスを出します。このパスは通らない。タックルが炸裂。ニッタ君、鋭いドリブルで抜き去る。ここから一気に攻め込みたいところ。これは必殺のロングパスだ。あっと、弾き飛ばされた。カルロスさん、カルロス君、これはうまく受け取った。トリのヒールリフトで抜けた。鋭いスライディング。スライディングでカット。ロボット、センターラインを越えて攻め込む。次々に触っていく。ボールを打たせ、高く足を振り上げた。ハイファイヤー。これはさらに威力を増したファイヤーショットだ。
切った。突き放そう。美咲、このパスをトラップ。松山君、ここはパスを出した。こいつだ。何、ハイスピードでカナイスプレーだね。敵陣へ攻め込みます。新田君、まさに現し渾身の力を振り通して超低空シュート。このシュートを体で止めるつもりだ。これはボールと相打ちの形になった。どうだ日向君、激しいタックル。もうこの一撃タイガーフッコだ。止めた。ボールは離せない。ロングパスだ。もらった。翼君、センターラインを越えて攻め込む。アルベルト君、スライディングでカット。あっと奪い返した。ここから一気に攻め込みたいところ。ホームチキックオフで後半スタート。松山君、パスを回す。よーし、かわして振り切った。これはこのままだ。ナイスプレー。美咲君、センターラインを越えて攻め込む。ナイスプレー。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。美咲君、センタリングを入れた。ここは抜かせません。翼君、ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。伊勢崎君、タックルを決めた。うわあ、これはまさかの合体。今度は最大のシュートが全員爆発。このシュートを体で止めるつもりだ。ボールの勢いを止められない。パスを受けた。キャプテン、カルロスさん、ダイレクトでパス。見た。ハイスピードでかわす。まさに表し渾身の力を振り切って超低空シュート。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。パントキック、どこまで運べるか。ペペ君、ロングパスを勝負しないで仕上げません。翼君、必殺のシュートでゴールを狙う。このボールに飛びつく KG 力、これはキャッチできない。ヒューガさん、ヒューガー、フィールドをタイヤーと決死のタイミング、ゴール隅に決まった。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。ヒューガさん、タイヤーとここだ。まだ同点だ。よし、まずい。ここは勝負を避けた。モラさんへ攻め込みます。タイガーフリットで抜いた。右へ回します。このスライディングが決まった。ストレッチが決まった。トリッキーなドリブル。そらドリブルでゴールを運ぶ。まるで踊るようにかわした。あとドリブルは見送る。さあ、ヤクヤの騎士がその力を見せつけるか。そこだ。これは目の覚めるような一撃だ。ゴール正面でこのシュートを迎え、ジドー君、ここはパスを出した。やった。ここは戻りながらのディフェンス。見たか。アルバルト君、タックルを決めた。やった。ヒールリフトだ。得意のヒールリフトだ。ナイスプレー。このヒールリフトだ。後半10分の寝応えがショットだ。ここからラストスパートをかけてくるか。4分で鋭く反応。若林君、ボールはまだ生きている。このクロスは通るか。おっと、これはトリッキーなシュートだ。弾いた。クリアでキューバをしのぎます。いや、ここはパスを出した。よし、あっという間に抜き去った。敵陣へ攻め込みます。新田君、シュートまで持ち込めるか。ドリブルと見せかけてパス。ペペ君、ここは勝負をかけた。お箱のヒールリフトだ。得意のヒールリフト。いいプレーだ。お箱のヒールリフトだ。ネオタイガーショットだ。シュートでゴールを狙う。このボール
横飛びで抑えた。このタックルは不発に終わります。ここはパスを出した。翼くん、ボールは友達に出しません。パスを出します。逆のヒールリフトで抜いた。ドハコのヒールリフトだ。いかんとも。華麗な足取りからスライダーシュートを放った。これはキーパー動けない。鮮やかにゴールが。必ず勝つんだ。ドン、そこだ。スライダーシュートだ。この調子でいくよ。美咲くん、ロングパスを受けます。もらったよ。横にかわしたキーパー。これはごぼう抜きだ。美咲くん、持ち前のテクニックを見せつける。次々にかわしていく。翼くん、クロスを上げた。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。ボールを奪った。翼くん、このスライディングが決まった。一気に決める。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。さあ、ここからシュートだ。ボールに力を込め、あの足が飛び立った。芸術的なセービングだ。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、激しいタックル。おさえ、あの子け。最大限の力を込めたドライブシュートだ。これを止めるのは厳しいか。懸命に勝ち出した。素早くつなぎます。いよいよ後半のアディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。翼くん、うわぁ、これはまさかの合体。これが2人の力だ。尊敬的な最大限。ついに爆発。懸命に飛びつく。ワンフリー突き刺さった。ここで同点に追いつく。ああ、やったで翼。よっしゃ。これが2人の力だ。いっけー。ああ、切り替えていくぞ。このスライディングが決まった。このタックルは不発に終わります。翼くん、ボールは友達。そんな打線、あっと奪い返した、ね、両者譲らず、この一戦は引き分けに終わりました。